皆さんおはようございます。エクスプローラーズのライダーモモです。今日は日本一周6日目の朝というかもう昼なんですけど、今日はみんなが仕事日なので私はとっても暇です。なのでちょっとね、このシャトレーゼガトーキングダム札幌の探検をしたいと思います。でまずね、ここに謎のプリッツのかけらを発見しました。昨日も入ったんですけど、プールと温泉の施設があります。でね、ここ結婚式場にも使われてるみたいです。このホテルの、まあ、名前の通りシャトレーゼさんが運営されてらっしゃるんですけど、シャトレーゼがね中に入ってるのが嬉しいですね。もうなんか寝すぎて朝ごはんを食べておりませんので、シャトレーゼで何か食べたいと思います。さんに今向かってます。もうそろそろ着きますよね。エンジンオイル交換だね。そう、ちょっとエラーが、まあ、少し出てしまっていて、まあ消えたんですけど、まあ、ちょっと見てもらおうかなっていうのと、札幌じゃなくて北海道でかすぎて3000キロごとにエンジンオイル交換できる気がしないので、とりあえず一旦、1500キロで、エンジンオイル交換してもらうということにしたいと思います。はい、ということで着きました。到着です。すごくない？すごいね。まずそのパイクスピークっていう、まあ、結構走りに振ってるモデルだよね、これ。サスペンションも、あれの電子制御じゃないの、これ。ルカティのスカイフックじゃなくて、よりそのなんか走りに特化したサスペンションが入ったり、でこれが1260です。17だよね、12070の17で、これがね、フロントが、19なんで、んまあ、現行の V4 の、ノルディストラだと同じ19。で、まあ、プラス効果入ってる。エンジンオイル。これが、これ950。あ、1個前、あ、950があったんだよ。1260と950があって、950はそもそもデフォルトでフロントが19インチなの。そう。とりあえず、まずは、お買い物を今日せっかく来たらしたいと思うので、まず、まあ、これを買います。はい。クローズ。小物はね、まあ、買っても荷物なので、実用的なもので。パーカーとかどう？ああ、いいじゃん。あ、セーター、セーター寒いからね。めちゃめちゃおしゃれ。かわいいね。かわいい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ルカティ札幌さんにね、お邪魔してきてエンジンオイルとエレメント交換とあとちょっとエラーが出したので診断機つないでもらってました。はい。はい、で、ちょっとアパレルね、グローブどうしても欲しかったんだけど、なんかアパレルが有名というか、アパレル強くて、お客さん、結構お客さん来てた、結構来てた、すごかったね、みんなお買い物してて、気づけば、グローブ、大体 M サイズがないとか、E サイズ全部売れちゃったんで、1個欲しかった服あったんだけど、買おうと思ったら、直前で他のお客さんに、ね、買っていかれてて、片落ちに何人かのモデルを入れて、なんかリーズナブルに提供するみたいなこともなんかやってるみたいで。なんかそのあたりすごいなんか面白いなって思いました。常連様のお客さんになっちゃって、動画見てくるっすよね。そう、もしかしてって。めちゃくちゃ嬉しかった。
やっぱなんか動画とか見てくれる人にリアルで会えるって、うん、すごい嬉しい。幸せやね、うん、嬉しいです。ありがとうございます。自分の名前を聞けばよかったな。確かにお伺いすればよかったです、ね、また見てもらえたら嬉しいです。はい、ということでね、はい、シャトレーゼガトーキングダムに帰っていきたいと思います。はい、ということで、ユニクボさんと二人でジンギスカンを食べに来てます。他の方はお仕事頑張ってます。はい、我々はもう堪能させていただきます。